ドイツのブレーマーハーフェンにて、全長の比較エママースクは、マースクラインが所有、運行しているコンテナ船で、2012年11月に CMA-CGM マルコポーロが収益するまで世界最大のコンテナ船であった。PS クラス8隻の一番船として、2006年8月31日、デンマークのオーデンセスチール造船所で竣工。 9月7日から欧州極東航路に就航し、日本には10月8日神戸港、9日名古屋港、10日横浜港にそれぞれ初帰港した。しかし、現在では本船を含む PS クラスは日本への帰港を休止している。総トン数、最下重量トン数、長さ、幅、すべてが、それまでのコンテナ船を大きくしのぐ、収益当時は、史上最大のコンテナ船で、 397.71メートルの全長は船舶の歴史上でも8番目の長さであり、56.4メートルの幅は従来船より10メートル以上も大きく、これに届くガントリークレーンを備えた港湾は限られている。また、手機の短期出力10万9千0 0馬力のディーゼルエンジンは船舶に搭載されたものでは最強である。ありがとうございます。